どうも、ミッドウェストの広原です。カメラマンは伊藤です。伊藤さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はこういう対面のアングルで聞かせていただきます。はい、なんすかその箱、ここに置いてるんですよ。なんすかなんすかなんすか。あ、もう早速見していきますよ。リック・オーエンスの大本命というか、すんごいの入ってきました。入荷してまいりました。お待たせしました。これ何だと思いますか。いや、本当にそれマジで想像つかんかった、まあ、その中何入ってるんだろうみたいな。リックこれぐらいの大きさだったら何だろう、バッグとかなんか小物とかよくある大きさなんですけど、もう言っちゃいますよ、言っちゃいます、言っちゃいますよ。あ、出しましょうか。あ、出そうか、出しましょうか。言わずに出そうか。言わずに出します。いきますね。はい、開封動画みたいな感じで、はい、今日はゆるっと、はいはい、もう言っちゃいますよ、はい、言っちゃいますよ。どうさん、これじゃん。え、やばい。なになになに、本邦初公開ベイビージオバスです。はい、あ、ベイビージオバスね。もう名前の通り手のひらサイズね。はい、ベイビージオバスです。はい、もう激カワ、うん、はい、行きましょう。まあ要するにキッズサイズのジオバスケットですね、はい。もうジオバスは皆さんご存知だと思うので、はい、めっちゃ可愛くないですかこれ。めっちゃ可愛い。やばいっす。はいはい。もう本当にジオバスを本当にちっちゃくしたような。で、これよく見ると本当に忠実に再現します。はい、あのレザーは LPO レザーじゃないですけど、いつもの、あのすごいっすよこれ。サイズ、これジップ、これラッカーニっすよね、完全にラッカーニで。ちょっと実際のと比べてみてよ。あ、そうだ、実際のやつがちょうどあるんで、うん、ちょっと出しますよ、うん、どんだけ再現してるか、うん、あー、これがいつものジオバスケットですね、はいはいはい。じゃあ左足だと、でも携帯でも何でもやっぱ小さくするのってかなりの技術じゃないですか。いや、クオリティ変えずに。そうこれ どうですか。おー、これめっちゃ欲しいっすよ僕。で、うん、このジップで、まあこの僕ね、感動したのが、はい、このリックって靴って全部このリック あの自画像って本人のこれあるじゃないですか、いつものね。これのミニチュアサイズがちゃんと作ってんすよこれ、しっかりベイビージオのために。はい、でもちろんイタリア製です。メイドインイタリーで、サイズ展開は一応、EU 表記で20と22、はい、なので、1、2歳ですね。お子さんいらっしゃる方は1、2歳、1歳、2歳の方はこのサイズの目安らしいです、はい。これだってジップも、いや、そうっすよ、ここの比較、もう安っぽさゼロ、忠実に。で、シャークソールだし、はい、あ、待って、バニラソールだ、伊藤さん、バニラソールっす。まあ、でしょうね。やばい。でしょうね。でしょうねですけど、これ入ってる、ちっちゃい子いたらもうマジで可愛いですよね。でもこれ多分、わかんないです、どうなるかわかんないですけど、実際にお子さんいて履かせる用の方と、オブジェですかか、まあ、未来のため、未来のためか部屋に飾っても可愛いじゃんね。いやいや、もうめちゃ可愛いっす。こうやって部屋に飾っててもクリアケースとかに入れてもめちゃ可愛いと思います。もうベアブリックとか飾る時代終わったんじゃないですか。終わりましたね、靴を飾る。で、お値段が、お値段もやっぱすごいっす。税込み67,100円です。あ、でもどうですか、このクオリティだったら。いや、それが、いや、だって工程は一緒だからね、作る工程は。そうっすね、うん、そうっすよ。だって結構服もそうっすけど、子供服って、はい、子供服だから安くならないですもんね。いや、そうっすよね、うん、確かに確かに。って考えると、それ相当なクオリティなんで、うん、本当にお父さんこれ履いてて、パパ、うん、これ、うん、子供これってもう憧れ、うん。あ、僕もちょっと未来のために先行投資する、先行投資したいぐらい。いやいや、本当に欲しい、うん、これ可愛いですよ、ね、これが、はい、
一応これをアップするのが多分当日になると思うんですけど、発売いたしますので、うん、早いもん勝ちです。オンラインの方が確か1日ずれてくるんですよ ね、あのもう決まりで。そうです、そうです、はい、なんで店頭でなくなっちゃう可能性も大いにあります、大いにありますので、はい、これは本当にダークホースです。もう自分で履けないけど鑑賞用なのか、お子さんいらっしゃる方いかがですかっていう今回の入荷動画です。履かしておんぶするみたいな。そう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 。で履けなくなったらもうお家に飾っていただくっていう感じで、入荷してきましたので、ぜひ。すごい新しい幅っすね。これバズるんじゃないかなと思っております、うん、ベイビージオ、うん、一応名前はベイビージオって書いてますけど、もうベイビージオバスで、よろしくお願いします。惜しい。これどうだろう、これもバズったら買えないけど、ちょっと欲しいなと思っております。なので2サイズでお値段税込67,100円でミッドウェストで発売いたしますので、ぜひ名古屋店まで。いつからですか発売日？発売日は、8日の金曜日です。8日の金曜日、はい、から発売いたしますので、よろしくお願いいたします。では今回はこれぐらいで履けないので、そうですね、着画ができないんですよ、はい、ちょっとさらっと指突っ込むぐらいでできます。そうだ、なのでぜひお待ちしております。すいません、じゃあ今回はこれぐらいで終わります。じゃあチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。